おっす、俺レントラ、おいっす、もう一丁、おいっすー。原宿なのに声出てたね。貼ってみたよ、今日は。原宿だからさ、まあ、まああれかなって感じなんですけど、そうね。また全貌を知らされてないんですよ。とりあえず、個人に呼び出されて。なんなんすか、行ってみます。そうね、とりあえずちょっと呼び出した、うん、あいつを、うん、ついに来たよ。みんなが待ってた。あ、ちょっと、木村さん、木村さん来てくれるんだね。ちょ、木村さんのインサート早く撮って。いいよ、乗ってないよ、どうせ。乗ってるよ。やばいね。やばい、マジで怒られるよ。なんでグッドラックされんぞ。マジでこの世からグッドラックされるぞ。どういうこと、必殺技の名前みたいに言わない。今日はね、これシュプリームあるじゃん。ここシュプリームって呼んで大丈夫ですか。俺たちのね、俺たちのシュプリーム。店の名前なんなんここ。これフールズジャッジってさ、バカ審判じゃない。バカかバカじゃないかをジャッジされるんじゃないの。だとしたらここのあの例の店員、バカでしょ。はい、チョロリ、はい、チョロリ、チョロリ、はい、チョロリ、親しみやすかったで、チョロリにお願いしたの。チョロリに、木村さんコーナー作ってくれ。さすがに無理でしょ。チョロリました。店のいろんなところからチョロリして、チョロリ、チョロリ、チョロリして、集合体の木村さんコーナーが完成したんだ。いや、店員さんですよね。そうです。このとこ座ってていいんですか。大丈夫です。大丈夫です。チョロリはね、チョロリは基本ここ座ってんだ。なんでだよ。チョロリ基本ここ座って指定席なんだよ。指定席。はい。働けや。チョロリが座ってる。チョロリって呼んでるやん。やばくない？これ M1 ネームなの？そうなんですよ。マジっすか？はい、おしゃれなんで。木村さんも大好きな。あ、じゃあ行くか。じゃあ、その前にじゃあ。え？あ、そうか。危ない危ない。怒られるよ。危ない。清掃にね。そう、ちゃんとね。モード系で来てるからさ。何それ？何それ？これよ。清掃だよ。清掃。店入るんだから。何、靴下が清掃なの。そうそう、俺ヒスを脱いでファン用に変えてるからね。つうかさ、え、履いてこいよ。違うじゃん。いや、もうだな。これでね、行きましょうよってことですよ。うん、しかもね、履き心地めちゃくちゃいいの。ちょっとごめん。あ、竹谷さん入ってますよ。いや、いや、それ安村さんになってるから。え、入ってますよね。入ってんじゃん、ほら。入ってますよ。もちろんですよ。清掃ですから。もう入ろう。もう入ろう。チョロリが乗りやすい。いい。店員かって。いや、じゃチョロリ店員だったよ。チョロリが店員でしょ。チョロリですね。チョロリさん、ちょっと見せてくださいよ。どうぞどうぞ。いや、もうドア玉だよ。いや、ドア玉じゃん。いや、マジでコーナー作ってくれたの。チャンスやば。いや、ここすごい。すげえ。あ、もう拓也さんゾーンですね。拓也さんゾーンだ。やべえ。うわ、最近もうめちゃくちゃ来てるよね。マジで最近シップ多いっすよね。最近多いですね。もう本当これは最近インスタグラムとかでも出た出た。あ、タイヤ T 数回あの着用されてるタイヤ T ですね。タイヤ T ね、ちびー。木村さんが着られてからもお問い合わせもめちゃくちゃ増えてる。そうなんだ。これ値上がりするんですか。じゃあもう間違いなく値段上がってますね。はあ、じゃあもうリセールして売れてみたいな、はい、そうですね。もうタイヤみたいに回ってるってことですね。ぐる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 回ってますね。タイヤだけにね、はい、いや、10ポイントだ今の。あ、取れた今の10ポイント。小力10ポイント。マジ、うん、今、え、あ、もらいました、うん、はい、10ポイントです。今10ポイント。結構ブレーキかかってたんじゃん。ポイント貯まると、おお、タイヤだけに。これポイント、ちょっと、まあまあ5ポイントだな。じゃあ今小力のはその自分発信だ。リンさん乗っかってるからさ、5ポイント。そっか、かぶせだとダメなんだ。これポイント貯まると値引きになるから。なるなるなる。え、滑っちゃったってこと？タイヤだけに。おーい、
いや、あんまここで尺使っちゃうと、あんまここで尺使っちゃうと、もう本当にパンクしちゃうから。大丈夫だけ。10ポイントですね。審査員だったらね。ちゃんとジャッジできるんで。あ、マジっすか。マジで何なん？何なん？この人。はい。待ってたからね今。カメラ。下手なタレントより上手いんだけど。うわーこれ来てた。実物見た。もう初めてだけどさ、すごいいいね。ああ。これも木村さん来てから。天使。お問い合わせ含めて値段も。これマジでいいよ。ちょっと待って。え？ゆうすけがマジやばいよ。え？やばいよ、リンさんこれやばいよ。マジマジ。うん。わあ、おお。おるおる。もう近寄れねえ、近寄れねえな。もう見えている。やばいよ。来た来た来た、ちょっと来て。ああ。なんだっけ、出汁かなんかだよね。これそう、紙面でね、着たやつ、エクセルだ。派手だな。着れるよ。一着だけ。一着だけ。え、これ紙面のやつと一緒っすよね。そうです。木村さんまずこのライトグリーン着用されて、あるじゃんあるじゃんあるじゃん。一番最近のやつ。はい。あ、そうだ。これだ。そうそうそう。これとこれとちょっと待ってある？ある？あった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 。あんだ。すげえ。もうこうで組める。こうで組めます。はい。タクヤさんも履いてるんで完璧です。え、っていうか、え、これタクヤさんがさ着る前はさ。3万ぐらい。そうですね、大体うちでの販売金額も3万円ぐらいだったんですけど、木村さん来てから相場もどんどんどん上がってってっていう感じで、倍以上じゃん。前回入荷時はもう入ってきたその日に売れちゃってっていう感じだったんで、へえ。ちょうどこのブラックのラージもちょうど今日入ってきました。あら、あ、運命じゃん。運命です。運命だわ。ミラクル。これだからポイント貯めて、うん、値引きで、うん、ワンチャン1万。え、マジあるんですか。マジちゃん、ワンチャンいけますよ。ワンチャンいけますね。はい。でも厳しめに見るんで、フルジャチなんで。え、でもさ、待って。え、待って。ちょっと待って。7000円じゃん。あ、これなんか、よく見て、よく見て。7000円じゃんな。あ、これ7000円だね。7000円ですよ。これ7000円だ。1、10、100、1000、電化の宝刀、はい、ちょろり。7万7000円です。出ました。今、カルキだね。原宿で激バズり中の、うん、もうはい、ちょろり出ました。やばいよ、みんな言ってっからね、原宿で。え、でもマジでこれ羽織ってみる。羽織せてもらう。え、いい。もしよければ全然ラージサイズなんで、りんたろーさんもいけます。え、これサイズはいくつなんですか。こいつは 26.5 なんですよね。あー、毎世が29だから。29っすよね。まあ、でもちょっと縮める。まあね、足がギュッとすればいい。 2.5 センチぐらい。ギュッとすればいけます。こうすればいけます。こうすればいい。長時間は危ないですけど、まあ短時間で、短時間履ければ、まあ、短時間履ければスタンディングオンリーになりますね。どちら立ちだけの瞬間とかねえべ。そこまでどうやっていくんだよ。持ってきます自分が。そうそう、あれ持ってきは脱ぐ。持ってきますよ基本は。こう俺が立ってたらチョロリーが来てこう履かせます。履かせます。基本こういう。そっちの方が大変だけど多分。うわお、うわお、うわ、たくやさんだ。ラージサイズで。たくやさん、あれ、いけるか。いけるいける。全然いけます。まあ、作りも大きめなんで全く問題ない。ああ、似合ってるね。いや、リンさんいい、うん、いい。リンさんいい。で、これたくやさんじゃん。え、かける。いや、もうウォーラー。お前、ああいいわ。で、ソックスなんで完璧です。そうだ、あ、そうだ、そうだ。こっからの、うん、うん、はい、チャロリ。いただいちゃってる。やばいよ。でもそれいいな。これ出る頃に1万でしょ、多分。終わっちゃうよ。ちなみにあれだからね、10ポイントで1円だからね。え、そんなもん。いけんの。そんなもんか。いけんだ。すげえ。手数多いしね。買っとくって手あるよな。先買いね。先買い。着る可能性はあります。マジでさ、前回買った T シャツ、オンエアした後さ、そう、赤ね。うん、赤着てくれたんだ。へえ。そう、俺も持ってるぜっていうメッセージだよね、拓也さんから。お前ら着てたけど。いや、めちゃくちゃボケそうな空気だけあって。でもちょっと怖くなっちゃった。それはだって拓也さんに絡むみたいなのちょっとできないから。そうね、それは経緯が勝っちゃった。
そうだよ、ふざけようとしてるから、ケムハラになっちゃうから、3人になっちゃうから。え、それめっちゃ可愛い。それいいな。しかも金額も、いくら、あ、金額可愛い。え、L サイズ、え、金額可愛い。あ、まだまだその木村さんシリーズにしては、うん、これあれ意外とここ辺安いぞ。で、サスケは結構まあシーズンっていうこともあるんですけど、結構お求めやすい金額に買っとくのありだね。いや、マジありだわ。で、後々木村さん来ちゃったら、そうっすよ、金額倍以上になっちゃうと思う。いや、でもそれだから、それか金払じゃん。実はうって、じゃ偶然だもん、ね、うん、もっと投資みたいなもんだよ。そう、株と一緒。そう、木村さんは経済動かしてるんだから、うん、それはもうそうだろう。だからあれだよね、ビットコインみたいなもんだよね。ビット、だから仮想タクスさん、無理だろ。なんかうまくはめれなかったから無理だよ。だよね、あれ、え、だよね、え、こ、こっちあんの。足元も木村さんコーナーできてんじゃん。うわー、これなんだっけ。最近インスタグラムで着用されてた今季のエアマックスです、ね、これでシュプリームの赤ソックスをこれに合わせたの。あ、そうだそうだそう、すごい、まさに最新モデル。いくらいくら、え、そんなに、え、リンさんこれ買ったら、まあ1センチぐらいだったら、俺さ、これ買ったんだ、うん、え、でソックスもあるから、うん、ソックス半分あげるから、半分あげる、半分あげるよ。え、いいの。うん、いいよ。右か左どっちがいい。左。じゃあいいよ、俺右で、うん、2人でこれ履けばね、うん、片方だけは。え、じゃあこれも片方でいいよ。じゃあ一個片方ずつ、またどうすんの、もう片方どうすんの、片足、え、もう片足どうすんの。何履いたっていいんだよ。そうだよ、いいっすよね、別に片方で。そうっすね、もしよければ色違いでも、うちは、なるほど、ね、あの黒も迷彩もあるんで。うわー、それも一足買っていただいて、うん、片足ずつっていうのもできるので。そうだわ、もしよければ。チョロリマチ何言ってる。まあ、そうっすね、買っていただいて片足っていうスタイルも新しいかな。なんで真顔なの、チョロリ。チョロリやばいよ、チョロリが。え、そうっすよね。そうっすね、片足ずつ入りやだこはいいかな。じゃあ半額っすもんね。そうですね、一人頭は半額でいけるので。一人頭半額、お買い得っす。え、マジで、はい、俺も全然何言ってるか分かんない。どういうの。の割には一声目のそうっすね、すげえ元気よかった。そうっすね、そうっすね、そうっすねの状態で眼光だけはめちゃくちゃすごい。確かに、そうっすね、名作ですね、本当にこれはね。2015年発売のものなんで、もうこの新品の状態で出回ってないです、ね、新品なんだよ。もし凛太郎さんこのスニーカーを持ちあれば、はいはいはい、まあ合わせでヒス、やば、ヒスもあんの、やば。こちら木村さん着用してるんで、やったー、ヒスって、しかも値段が今だったらいけるぞ。ほんとだ、ギリギリ、これ今だったらいける金額だ。でもこれメンバーしか買えないよ。メンバーズオンリーだよ。本当だ。メンバーの趣旨買いに行く。メンバーの人限定ですね。うん、ですよね。ヒスのメンバーってこと？メンバーの人。メンバーの人。オンリーだ。オンリーな。何のメンバーなの？メンバーオンリーっすね。かな。俺がメンバーか、俺がメンバーじゃないか、俺は分からない。な、うん、うん。じゃあ、リンさんは？もう分かんない。分かんないですけど、メンバーかメンバーじゃない。まあ、じゃあ買えないじゃん。だから、その、お会計出してみたときに分かる。カード切ったときに分かる。うん、その時まで分かんないですね。ですよね。はい。え、着てみます？着てみます？もしよければ。いいですか？もちろんもちろん。L サイズなんで、凛太郎さんサイズ。マイサイ？ドンズバですね。ドンズバ。めっちゃいいわ。え、ドンズバ？いや、マジ後ろ姿めっちゃいいよ。わあ、ドンズバだ。やば。これ見てよ。え？ああ、いいね。ちょっといいよ。普通にいいよね。うん。まあ、ここまでマイサイに着こなせる方なかなかいないんで、うんうん、早めにメンバーにねえ、かもしれない。メンバー入り、わぁ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 、隣にそちらも木村さん着くの。これアロハシャツ、え、これアロハシャツなのよ。でこちら新品で、新品だよ。見して見して、わぁ、これ、あぁいいね。これ元にもこれだから、確かに、うん、しかも0400、そう0400だ、本当にちゃんとしたアロハシャツ。これマジで話題になってたよね、これ。どこのシャツ、本当に今時期一番羽織りやすい。だから先出ししちゃってたやつだよね、拓也さんがね。そうだ、これが公表される前に拓
屋さんがもう来てて、でファンたちがえどこどこのみたいな、えって何のブランド、ざわざわしたやつです、ざわざわしてた、ね、そうそう、ああいうのがやっぱ滝屋さんって楽しいよね。俺らもだから先出ししちゃおうぜ動画。まあそれで言うと、え、まあ、さっきのバンダナ柄の T シャツ、この辺も着用する可能性は高いんじゃないかなとは。え、マジっすか、えー、T シャツなんだ。これチョロリ予想なんですけど、はい、チョロリ予想着るんじゃないかなとは思いますね。やべえ、じゃあさ、マジ着るんじゃない、うんうん、ありえるね、ありえる、うん、今であれば、スモールサイズから XL まで、え、全部サイズ、はい、どうなりますね。で、この値段、はい、あー、なるほど。で、チョロリさん的にはこれ行く可能性ある、可能性は大いにあると思いますね。じゃあ、買うか、買うか。あと木村さん、このウォーターピストルも、えっと、このボックスニューエラーも被ってるんで、あ、あ、ほんとだ、はい、2020年の秋冬シーズンのもので、右のところにワールドフェイマスのやつですよね。まあ、まだリリースされたばっかりのニューエラになるので、うん、比較的買いやすい金額になってます。え、ボックスでこの金額でいけちゃうんですね。まだまだ買いやすいですね。マジでびっくりする、はい、うん、だって定価1万近くだから、うん、ほらもうね、びっくりするほどではないよね、うん、え、まだいいっすかって。ああそうね、まだ買えるな。ウォーピスでおいくら？ウォーピスで今3万3000円ですね。お、まあ、もしよければ今合わせてそのウォーターピストルの方だけも、え、売ってるんで、あ、あ、店、え、置いてあるんですか？あるんですよ、物々。あ、そうか。これ、これをだからこうやって、同じやつ。こう？そう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 。これだからもうちょっと口ね、こうだね。こう。そうそうそう。いくよ、うん。これをだからもう T シャツに、これをだから T シャツにすれば。ほら見て、あ、一緒だ、ね、全く一緒っす、うん、はい、だからこれをプリントしても使ってもいいよ、これ着ちゃえばね、これ買います、はい、もしそれ T シャツになったら買います。ていうかさ、うん、あれはチョロリダウンは、あ、チョロリダウン、あ、チョロリダウン、ちょうど先月お買い上げいただきまして嘘マジ、完売しちゃいました。あれいくらでしたっけ？33万円ですね。33万売れた。まあちょうどシーズンオフだったんで、まあ今買っとかないとっていう感じで。チョロリ売れしたってことですか？はい。ダメだって、結構お前が使うなって。俺は全然審査マルシーだ、いや全然審査通らなかった、厳しかったな今ね。怖いな、はいっつって。ちょっと待って、え、見えちゃった、え、何、まだ命だけど、うん、おぉクワガタシャツ、木村さん最近着られてて、今季のものですね。色地、色地、はい、色地、木村さんはこの色じゃない、だからまだ、まだ、そうですね。でも木村さん多分これ両方買ってるな。あとまあサイズがちっちゃいっていうのもあって、結構求めやすくしてます。本当は新品で2万だもん。だよね、そうですね、はい、だってさ、1、2、3、4、5、6、クワガタ6匹買っても2万じゃ買えないよ。確かに、だって1匹本当に50万とかですよね、もうね、高いっすよね、クワガタ。詳しいのかな、うん、この大きさのクワガタって言ったらもうだって50万ぐらいですね、それぐらいの大きさだと大体存在してない、ね、ちなみに、え、クワガタに、クワガタに詳しい方なんですか？全然詳しくないそばの人、偉い人だから、ね、この店虫キングじゃないからね。ナチじゃあなんでうなずいてたの？その下りに入ったらめちゃくちゃうなずいてたの。めっちゃうなずいてたから俺もさ、虫好きなのかなと思って。全然知らねえ。全然好きです。全然好きです。違う、原宿の虫キングではなかった。原宿の虫キングではなかった。じゃなかった。まだあれあれ待って、これ俺らが来て2000円ぐらい上がってる。上がってるわ。ああ、いやチョロリはちょっと上がってんだ。はい。なんか通らない。あ、ダメだな。審査全然通らない。なん、むずいな。全然通らない。全然。むずいな。身分証明書出しても多分通らないよ、その審査の。無理。どうしよう。どうする？まあ一応このウォーターピストルのディアツも今S から XL まで。すべてのサイズもらえます。これがおいくらでしたっけ？3万3000円です。3万3000円、はい、あ
どうしよう。とまあピストルと。ピストルね。はい。ピストルを。でもあれだな、マウント取れるって言ったらあれだね、やっぱ。ん？水鉄砲だよ。水鉄砲。うん。バーベキューやるときに水鉄砲って絶対必要だから。うん、確かに。それでだっていきなりさ、出したら、スプリームじゃんってなるな。なるよ。で、こうしたらさ、おって。あ、あの T シャツなんですか。そうそうそう。竹谷さん T シャツじゃん、うん、ってなるよ。一応他の水鉄砲は2011年の発売のもので、10年前のものなんで、ほんと出回ってないです。あー。しかもね、ちゃんとね、こう、綺麗な状態でね。うん、はい、勲章はかなりいいですね、10年前のものに。確かに、10年前にしてすげえ綺麗だな。プリントの剥がれとか傷も全然ないので。使われてねえんだな。これがおいくらでしたっけ？こちらが税込み2万2000円ですね。安いね。ちょうど今水鉄砲ない方にはこちら提案してます、ね。確かに。ちょうど俺も水鉄砲なかったんですよ。そうですよね。うん、水鉄砲ない方結構多いので。そうですね。もしよければ。大体の大人持ってねえよ。水鉄砲結構多いから。一人一丁、一人一丁ですね。一人一丁ですね。まあ夏なんで。夏なんで。じゃあちょっとうちの店もやってもらっていいですか？ジロリこんな顔してたじゃん。ジロリめっちゃ可愛い顔してたじゃん。全然違う。そうですね。そうですね。マスクしてたんですよ。ジョロリさんこんな感じの顔してた。口元めっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。小動物。ヒゲもじゃこうなんで。小動物。ちゃんと使ってよ。あ、でも、ね、ちょっと顎しゃくれてましたね。いいですね、いいですね。ありがとうございます。シーズンオフのもの、まあ、あのシャツ系、パーカー系、アウター系は、うん、結構安めに値段設定してるんで、うん、今が買いかなっていうのはあります。いや、前これ本当に値段上がっちゃいますね。本当にあのまたシーズンになったら値段は上がっていくんで、まあ、その前に抑えるのが一番賢明かなとは。そういうことです。はい、これ S だけどな、かわいいね。これかわいいね。うお、え、やばいよこれ。セナシップ。すごいね。それ全色ありますね。はい、あ、え、ナイキのやつ入荷したんですね。はい、入荷しました。フードついてるよ。そう、ナイキコラボのやつ、かわいい。小石も人気がずっと高かったモデルになります。あ、でも2万2000円で買えるんですか。中古品なんですけど、コンディションはかなり良好なものなので、うん、だいぶお求めやすくはしてます。調理だから本当に店員さんとしてのスキルがめちゃくちゃ高いんです。確かにね。普通の知識、お前やばい感じ。仕事ちょい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 ちょっと俺出ていいかな。ワンチャンさ、うん、こっちじゃね。ああ、いいかも。マジで木村さん、うん、着そうっていうか持ってそう。そうだね、うん、これ拓也さんのシャツもうちょっと手届かないとこ行っちゃったじゃん。あれだって8万近いですよね、うん、9万じゃん。9万かこっちじゃない。じゃあ分かんないかも。ちょっとシャツもらっていいですか。これわかんないかも。わかんない。遠目で見ればわかんない。わかる。わかんないね。わかんないよね。遠目だったらわかんないよ。なんならさ、スモールボックスついてるのさ、うん、こっちの方が可愛いよ。そうっすね、まあ、やっぱシュプリームの象徴ボックスロゴが入ってるんで、うん、ボックスロゴ、そうだね、こっちの方がお得かもしんないよ、ね、ボックスロゴ。しかもさ、これさ、前までは黒 T は黒ラベルだったじゃないですか。そうです。もともと黒ボディには黒のボックスだったんですけど、うん、今季は赤ボックスなんでよりまた人気が高いっていう。ですよね。はい。あれじゃない。今季ナンバーワン。それ XL ですか。これ XL です。え、リンキさんこれありだよ。え、これ XL もう一枚あったりします。あ、もう一枚ありますよ。奇跡的にあるんで、あ、またお揃いいけます。お揃いできんじゃん。え、じゃあもうこれなんじゃない。買いか。これにしようよ。これいくら。こちら税込み3万3000円です。まあでもね、まあ高いとかじゃないんだよね。うんうん、そうそうそう。あ、本当こいつは今季ナンバーワンって言っても過言ではないぐらい。うん、これもいっちゃうから。それにそれ？いっちゃう？これにこれいっちゃうよ。でもこれ本当になんか黒いレザージャケットとか、うん、革ジャンとか
冬にバンって着て、うん、中これとかだとめっちゃ渋くてかっこいいかも。マジ、うん、そういうコーデもできる。うん、楽屋さんみたいに短パンでいっちゃってもいいもん。いいかもね。あれ買ったじゃんこの間。ああ、うっけつパンツね。うっけつパンツ、うっけつパンツと一緒にコーデで、これ一緒に今度しかも黒とベージュって相性いいし、いいね。そうやってあのスニーカー履いて、うん、今度それでタクルの散歩行く。いいね。そうしよう。フラグメント履いて、フラグメント履いて、あ、いいじゃん。え、その回行こうよ。それで確かに散歩したらタクル喜ぶしね。うん、買います。ありがとうございます。え、じゃあ俺も買います。これありがとうございます。買おう。はい、はい、いや、これは、うん、いいんじゃない。いいね、うん、こんなおそろあるこれねめちゃくちゃ万能よ。うん、デニムとかで、うん、見て、このちょい、ちょい店の、あー、ちょい店ね。そう、ちょいペイズリね。ちょいペイ、ちょいペイ、ちょいペイね。めっちゃ万能だよこれえ、チョロリ回しちゃってんじゃん。いいの、そのチョロリ。今カメラマンがチョロリゆうすけくん帰っちゃったからいいんすか。何でもやりますよ。何でもやりますって。こんな訳してもらってさとんでもないです。カメラ回してくれてとんでもないです。カメラの向こうでさ、もう虫キングが爆笑してる。虫キング後ろで超笑ってる。またお待ちしております。じゃあこれとシャツ行こっかな。俺はありがとうございます。うん、シャツも行く。俺黒シャツでした結局。あ、あれ買うんだ、あっちの。やばいわ、爆買いだね。爆買いだね。爆買いしちゃってるね。ありがとうございます。ちょっとまたお願いしますよ。そのなんかね、木村さんなんか入荷したら。確かに木村コーナー作ってくれたもんね、うん、今後も継続。はい、継続していくんでさ、これさ、うん、今度ね、うん、ペイズリー手に入れちゃったじゃん、うん、したら、うん、俺あれ行きたい。あー、ボックスペイズリー。そう、これでちょい見せしたらめっちゃかっこいいよ。あー、確かにね。こいつも名作ですね。ねえ、バンダナボックスロゴのパーカー。しかもね、今黒だったらまあまあお求めやすい価格で買えるんですよ。あー、まあ、この辺もまさしくあのシーズンオフのアイテムになるので、わー、あのかなり買いやすい金額では。欲しくなっちゃうね。これはまずいね。ちょっとペイズリーのビッグサイズ入ってきたらまた連絡ください。了解です。パーカーですかね。パーカー、はい、はい、かしこまりました。 T シャツも一応あの同じ時期にバンダナボックスロゴ T シャツっていうのも出てますね。高いじゃないですか。今のフーディーと大体同じぐらいですね。大体5万円前後で新品でご案内できると思います。 T シャツで5万円は出せないよね。かしこまりました。じゃあ、パーカーの方大きいサイズ入荷したら、はい、ご連絡させていただきます。ありがとうございました。というわけで、はい、今回キムタクになりたいシュプリーム爆買い企画、うん、ぶち上がっちゃいましたんで、うん、今後もよろともでございます、はい、チャンネル登録とコメント、いいねお願いします。というわけでお後がヒューイゴー。